はい、どうもこんにちはです、今日は早朝に大量のカフェインとニコチンを叩き込んでる動画をバックにお話しさせていただきたいと思います。これ唐突なんやけど、皆さん映画見ますか？今日はちょっと邦画の話しようかなと思うんですけど、邦画ってあんまり見なくって、見るってなったらなんか泣きたいなっていう感情に襲われた時に感動する邦画の映画を結構自分は見るんですけど、おすすめあげていいですか？泣きたい映画ランキング、個人的泣きたい映画ランキングベスト3、今日ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、ちょっと動画の背景映像とはあんま関係ないんですけど、ベスト3の3位が、何やったっけな、すぐ忘れちゃう、僕は明日昨日の君とデートするっていう映画です。福士蒼汰、小松菜奈が出てるやつなんですけど、京都の美大生の恋愛模様を描いた映画ですね。で、実際に僕京都住んでたんで、今は違うんですけど、学生の頃はやっぱ京都住んでたっていうのもあるし、一応芸大通ってたんで勝手に重なる部分が多く、なんか感情移入しちゃうというか、あとちょっと SF チックなところもあるんですけど、ラストにかけてちょっと泣いちゃうですね。見たことない人ちょっと見てほしいです。で、第2位が8年越しの花嫁。これが佐藤健と土屋太鳳の、ね、これはもう尊敬する。ここまでなんかその実直になんか人を愛せる人ってほんまにいるんやなっていうのがマジで尊敬するですね。尊敬するとともにでもめちゃくちゃ感動するというか、どこまで喋ったらいいんか、どこまで喋っていいんやろうな。なんかもし見てない人がいるんやったら、あんまり俺の話でなんか察知してほしくないんですよ。無の状態でなんなら見てほしいぐらいやからな。まあ、とりあえずずっと8年間病気で意識が戻ってない奥さん、婚約者のことを支え続ける男性の話って感じですね。男としてはこうありたいって思えるような映画です。これもマジで泣けるんで見てほしいですね。あとはラスト一番泣いたんが手紙っていう映画ですね。これが山田孝之と玉山哲司、沢尻エリカとかが出てる映画なんですけど、まずこの犯罪者の家族、犯罪者の身内に焦点を当てた映画です。犯罪者の身内がどういう世間の待遇を受けてるのか、世間からどう見られてるのか、その中でどうやって生きていくのかっていうところを結構リアルに描いた映画で、これも感動しますね。僕兄弟いるんで、でこの映画も兄弟、犯罪者の兄とその弟っていう視点で見ていってる映画なんで、別に身内に犯罪者がいるわけではないんですけど、なんかその兄弟愛とかもすごい感じれて、嫌なんやけど犯罪者の兄のことを嫌ってるんやけど切っても切れない関係みたいな絆の部分とかを感じる、すごいいい映画です。最後もう夜中一人で見てて部屋に響き渡るぐらいむせび泣きましたね。これは最後小田和正さんの歌入るんですけど、そこマジで気付けた方がいい。めちゃめちゃ泣いちゃう。なんか定期的に泣きたい映画見たくなるんで、まあ、僕のベスト3は今のところこんな感じかなと思ってるんですけど、皆さんもおすすめあったら教えてください。それじゃあチャンネル登録と高評価とコメントでおすすめの映画あったら教えてください。ほんならまた。